はい、オトジャが生放送で実況するメトロ2033未来に恐怖せよ、行ってきます。 THQ、 今は亡き THQ なのかな、あまり分かっておりませんが、神ゲーと言われてるらしいです。僕はモスクワで生まれた。だがその頃のことは何も覚えていない。旧世界が核の炎で破壊し尽くされた時、僕はまだ赤子に過ぎなかった。僕を含む4万人ほどの人々が町の地下深くにあるメトロの駅に避難することで生き流れた。あれから20年が経ち、終わりなき冬の懐へと上がっていくのは一握りの勇敢な者たちの役割となっていた。メトロは我々の家である。トンネル内を闊歩する悪魔のごときミュータントどもに対する砦だった。それでもなお、いつの日か地表に戻れるだろうという希望は捨てていなかった。だがある日、新たな脅威にさらされた我々は人類の存続をかけた戦いに身を投じる羽目になった。2033フィオレフューチャー未来に恐怖せよ、やってきます。まあ、知ってる方はフォールアウトっていうゲームに似てるかな、それの近場、ロシア近場という感じですかね。どうなんでしょう、ホラーっていうよりサバイバルアクション FPS みたいな、そんな感じなのかな。ニューゲームでいきます。気になるのがイージー、ノーマル、ハードコアってあるんだけど、ノーマルでいこうかな。ちょびっとだけ最初やったんですけどね、あの操作確認とかするために。ノーマルでもなんかすごい敵硬くて、これクリアできるかなってなって、ノーマルで OK。 俺さ、いまいちよくわからないこのイージー、ノーマルで右のおじさんが変わるんだけど、イージーのおじさんだと何、これはおじいちゃんでもクリアできる的な感じかな。ノーマルだとなんかハンコックみたいなおじさんでしょこれ。ハードコア特殊部隊みたいなおじさん、なんかよくわからないねこれね。まあじゃあノーマルでいきます。そして鼻かみます。トンネル内の気温が下がっていく。ミラーと僕は地表に近づきつつあった。もうじき吹きすさぶ風の中へと出て、そこで待ち受けている悪夢と戦うことになるだろう。この長い旅もあと少しで終わる。だが僕に最後まで見届けるだけの勇気が残されているのだろうか。なんかあれ、随分と元は小説だから主人公視点で語っていくような形になるのかな。でも素晴らしいですね、全部読み上げる日本語音声、日本語字幕、日本語音声というとても親切設定でございます。おい、アルちゃん、自分の駅を出発した時、こんなところに、あ、はしご登ってるな。おい、ちょっと、はい、掴んだぞ。これさ、早速あの掴んでくれなかったらゲームオーバーとかそういうのはないよね。うわお。何、隣の部屋で何かが動いている。ゲートを開け。開けるぞ。レズノフ、レズノフを思い出すな。よし、開けるぞ。何？補助ハンドシステムでゲートを開けよう。了解。キュル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 。
オッケー。アルジョ、そこのロッカーから弾薬を取れ。弾薬。おお、おお、AK みたいなの落ちてるぞ。弾いっぱいあるな。準備はいいか、アルジョ。めっちゃ取る。よし。あら、ジャンプしていっちゃった。ほい。よし、登るぞ。了解。いやー、いいですね。素晴らしい吹き替えですな。かっこいい。何もいないようだ。そうだな。地上に出る前にガスマスクをつけろ。ガスマスク。狙いと端から出された金魚だぞ。もう少しだ。このコロネフホールから塔は目と鼻の先だぞ。ガスマスクとかあるんだね。あ、世界が崩壊してから20年余りが経ったが、地表は今もなお放射能によって汚染されている。呼吸が苦しくなった時は速やかに、十字キーの下でガスマスクを装着。マスクは下長押しで外せる。 LB で時計を見ればマスクのフィルターがあとどれだけ持つものか確認できる。了解。あ、こんな感じが今緑色のところに来てるから、これが赤色になると危ないってことだな。武器を構えろ。あ、奴らが来るぞ。来てるし、え、ちょっと強くないか、全然しない。おお、早い。おお、もう一回来てる。強すぎるんじゃないの。おじさん助けて。痛い。ちょっと待って待って待って、化け物っていうレベルじゃないぞこれ。引っ張ってみよう。了解。体力は自然に回復するが、ワインで治療キットを使用すれば急激に回復。あ、オッケーオッケー。いよいよいいか。おりゃー、よし。おっ、ちょっとさ、まあ難易度ほんとノーマルにしててよかったっていうか、ノーマル以上にイージーにした方がよかったんじゃないか。外の世界だ。ゴールだ。ゴールだ。よし。大外狙う。ウルトラマン、大外狙う。どうぞ。はっきり聞こえています。どうぞ。塔に到着した。クルガイス塔に到着した。一度も言いましたが、どうぞ。はい、連絡を取りました。彼らはすでに塔の近くにいます。どうぞ。了解。塔の最上部に到着したらまた連絡する。その後こちらの位置を確認してくれ。どうぞ。これが俺の連中も来ているはずだ。オッケー。ん？あ？どうした？あ、車が来た。ああ、あそこだ。危ない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 。お、心強い。なんか装甲車みたいなの来たけど。どうも大佐。今の聞こえたか。ほら、あれはなんだ。何？おお、超来てる超来てる超来てる。めっちゃ来てる。背後に気をつけろ。うちょ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 、これはやばいんちゃうの。来てる来てる来てる。くそ、しまい。じゃあ死なない。痛い痛い痛い。うわ、怖い。おさを縦にしろ。あ、おさがやられた。食い止めろ。あ、みんなやられてる。うわ、うーちょい。レオンだ。
んか空飛んでるぞあれ。逃げろ逃げるんだ逃げろ、俺は先に行くぜ。ああ、終わった。ダーレット終わった。カレーさんがぶっ飛んだった。8日前トンネルの暮らしは決して楽なものではなかったが、そこが我が家だった。だがミュータントたちの襲撃が激しくなり、駅内には恐怖が蔓延していた。そしてギフの友人であるハンターが我々のバリケードにたどり着いたあの朝、自分に待ち受けている運命など想像できるはずもなかった。ということでね、メトロ2033終了でございます。長らくご視聴ありがとうございました。また次回もよかったらね見てください。なわけないでしょ。とりあえず、今起こったことは未来で、まだ過去に戻るような話ですね。自分の話を、みんなね終わるなとかおかしいやろってなってるけどね、8日前に戻って、ちょっと自分のね今までの行き先をちょっと調べていくような形になるんじゃないかな。ハンターが我々のバリケードにたどり着いたあの朝、どうなるんでしょうね。気になります。私気になります。お、これはこれはなんだ、時計台、何かな、時計台だな。哀愁漂う BGM 流れてるな。パリ？大将健さんいらっしゃい。おう、写真だね。だね、写真集はがきのあれかな、切れ端。アルチョン、ようやく起きたか。ハンターが来るぞ。他の駅の話が聞けるはずだ。さあ。おはよう。おう、ちゃんと電気消したりできるな。ギターがある。どうだ大佐、うまいだろ。お、音ゲーだった実は。すっげえいびき聞こえるけどな。ちゃんとライト消していこうかね。ろうそくも結構、電気もあれでしょ。行くぞアルチョム。めっちゃ寝てる。よく寝れるな。俺はまだ諦めてないぜ。ダークワンたちはどうする。一匹残らず殺せるか。冗談きついぜ。ここがメトロっていう地下鉄の中。およ、俺の名前はアルチョン。アルチョンすごい言いづらいな。何か手を打たないと。これ以上何ができる。めっちゃ血ついてるけど。ダークワンたちに皆殺しにされる。ダークワン、敵の名前かな、モンスター。ハンターはなんて言うかな。ハンターって言うんだからあれなのかね。セルゲイ、息子のセルゲイを見なかった。よう、アルチョム。よう。昨晩も別のパトロールが攻撃された。病院は満杯だ。お前そんな嬉しそうに言うなよ。悲しいことだろうかしら。まだ待ってなきゃダメなの。行くぞアレクセイ。はどうしたの。伝承基地にいたのよ。アルチョム、行きます。邪魔するな、彼は負傷しているんだ。病院の中ですね。よそ者はお断りだ。ペトロビッチ。お前か。そこが開くの、全部開いちゃって意味ないんじゃない。それ目の部分だけ開くとかじゃない。アルチョム。お、どうもアルチョム。アルチョム、リア充やな。負傷者はどうだ。負傷者あまり良くない。今朝は二人死んだ。ダークワンたちはすぐには殺さない。連中は犠牲者の心を壊していく。遅かれ早かれ死ぬんだ。間に合わない。ダメだ、届かないよ。やめろ、近づくんじゃねえ。
ああ、精神崩壊してるな。なんだ？一体誰だ？ハンターだ。ミュータントがノックするものか。ゲートを開けろ。ミュータントなんだね、敵は。おお、すごい。かっこいい。よう、アルチョン。あ、違う。エキシビションへようこそ、ハンター。なんですかこれは。手土産。すぐに閉めてくれ。久しぶりだな、アレクセイ。よう、アルチョム。ハンター、外はどんな様子だ。何か変わったことは。アルチョム、相変わらずだな。大した情報はない。アンデッドがこの辺りに出没しているらしいな。うん。アルチョム、ニューヨークの古いエアガキを売ってる奴に会った。おお、お前の部屋を思い出したよ。ありがとう。奴らは普通のミュータント。おお、何か自由の女神。もっと恐ろしいものだ。何？何？大丈夫。あいつらが何者だろうと、俺にはモットーがある。の敵なら殺せだ。ロシア人は？ロシア人は殺せ？マジ？攻撃準備。よりによって壁の向こうには負傷者がいる。病院。キリル、仲間とトンネル行け。俺とハンター。俺たちは残ってホールを守るぞ。あ、よし、アルチョム、急いで武器を取れ。お、早速、あれ、戦闘ですか。え、さっきのあの、やばい化け物だって、武器を取れって。お前なんでそのアサルトゲットして、俺。お前、アルチョム、武器を取れ。俺、ハンドガンかよ、お前、それよこせよ。十字キー左と右で武器の種類を切り替えられる。なお、ナイフだけは常に持ち歩いてる。弾薬が切れてしまった時に使え。了解しました。俺、マグナムですか。いいですよ。マグナム一丁で余裕ですよ。こんなに奥まで踏み込まれるなんて。ここは病院だ。血の匂いを嗅ぎつけるぞ。そういうことか。どっから来るんだよ。どっから来るの。もう来るルートが大体決まってるよね、こんなんね。上とかでしょ。おい、おおい、おいおいおい、来る。おい、ちょっとこんな来た。さすがです。いや、さすがです。敵なら殺せ。了解。どこどこ来た。おお、おお、全弾打ち込んじゃうな。もう一回3発ぐらいで倒せる。降りてきた。あっちは大丈夫だ。やつが止められない。ハンター、撃ち続けろ。了解。お前3型いい武器使ってるのに負けるのはなしだぜ。早撃ち。大丈夫。実績早撃ちゲット。ハンターでノサリスが換気口を突破する前に倒す。おお、大佐いい感じなんじゃないか。部下。もちろんだ。一撃で仕留めたよ。ここにダークマンはいない。いるのはトンネルのクズだけだ。たとえ目には見えなくても、ダークマンたちはそこにいる。恐怖、それが奴らの武器だ。それがノサリスをネズミみたいに走らせてるのさ。ダークワンはただのミュータントじゃない。新種だ。より進化した個体なんだ。適者生存って知ってるか。つまり俺たちは負けたのさ。どうしたってんだ、アレクセイ。あんたみたいな奴は何もせず敵にやられちまえばいい。俺は与えられた命にしがみつく。この歯と爪を使ってな。かっこいいな。そしてその新種とやらを大勢道連れにしてやるさ。古い映画のカウボーイ気取りか。見てみろ、ハンター。10人もの熟練兵士が心も体もズタズタにされてるんだぞ。ダークマンだ。外の監視所が破壊された。え、おお、なんだ。
クソ、うわ死んでる。ずっと怖えよって言ってるやついる。悪魔は外の状況を想像以上に分かってやがるようだ。俺は偵察をしに行かなきゃ。やめろよ、ずっと怖えよがちょっとやばい。万が一俺が朝までに戻らなかったら、ポリス駅でミラーという男を探せ。俺に何が起こったか、北のトンネルで何が起こっているかを伝えるんだ。了解。これをミラーに見せれば俺からの使いだと分かる。ドッグタグをもらったな。アルチョ、頼んだぞ。分かった、ハンター。こう祈る。我々が生き残るにはこの脅威を排除しなければならん。どんな代償を払っても排除しなければならん。分かったか。ハンターかっこよすぎるよ。ドッグタグですね。光栄よアルチョムって。お前バカ野郎。旅の始まり。ハンターは戻ってこなかった。駅を離れてポリスを目指す口実を見つけるのは楽ではなかったが、約束は約束だ。翌日リガに向かうキャラバンがあり、護衛役を探していると聞いた僕はすぐさまその仕事に志願した。ということで私護衛役としてね、旅の始まりということでね、旅に出ます。ね、あのね、モンスターは全然最初にいたやつと違うやつだったね。何？うるせえな。準備できたか？まったくマイペースなやつだ。ともかく装備を取ってホームへ行け。連中は俺たちを待ってる。向こうで落ち合おう。おいアルチョム、忘れ物するなよ。わかったよ。まったくうるせえやつだな。ロシア語急に聞こえてきた。お、弾薬確保。軍用 5.45 ミリ弾。世界が崩壊する前も製造されていた弾薬。精度が高く威力も強力なため非常に貴重な弾薬である。あ、またメトロに暮らす人々はこの軍用 5.45 ミリ弾を通貨として使っており、駅の施設では武器の購入や他の弾薬との交換に利用することも。すごいね。まあもう紙幣なんて使えませんから、この玉がお金ですって。皆さん、玉お金ですって。本当に打ち出したらチャリーンチャリーンっていうあれですか。 OK。 これはなんだ。すごい陽気な音楽になるんだ。目的地は、セレクトで日記から確認できる。 OK。 あ、またギターある。あ、何、ギターがセーブとかそういうわけじゃないよね。今じゃあ電気消していこう。お、すまんなアルチョム、駅のこの部分は一時閉鎖中だ。兵士以外は通過できん。了解です。すまんな、通すわけない。俺兵士じゃないんだな。手に入れたんだ。レンジャーからさ、弾薬をたっぷり払った。ああ、後悔はしてないよ。そういうことか。やっぱりあの玉がお金って。そんなのもううんざり。なんで我慢しなきゃならないの。あなたはやめとけって母さんが言ってたわ。ノーナスだって黙ってられないのか。その通りね。血は喧嘩しておりますが、犬も食わねえよ。そうだな、うん、パパやママと一緒に住みたい家を描いてみるんだ。ほう、さあ、お家大きいやつ。子供もいるんだな。見せてあげよう。きっと喜ぶぞ。ママはびっくりしちゃうな。うん、書いてみるよ。おお、ほほ、ママはいつ帰ってくるの。お、やめろ、そういうのやめろ。すぐだよ。こんな大きくなったお前を見せてやりたいな。お前やめろよ、そういうの。お涙ちょうだい、やめろ。嫌だ、聞きたくない。やめろ、クソ。夢か。地上にいた頃の夢を見た。お前の悪夢の話なんか聞きたくない。上に出られるようになるまであと50年はかかるんだからな。さあ戻って休め。核で腐敗してるっていうか汚染されてるからか。それでその背の高い人が近づいてきて言ったの。お、君のように料理上手な妻がいたら世界一幸せだろうねって。君のような料理。だから聞いても奥さんは料理ができないのってね。彼は、いや、結婚はしていないんだって答えたわ。ほう。素敵ね。
頑張って、若いんだから。頑張ってね、お幸せに。いいですね、まあ、皆さんなんだかんだ言ってエンジョイしてるな。お、あ、ああ、日記ってそんな感じで出るのこれ。あ、で自分の目的地がなんかコンパスみたいな感じで表示されるんだな。どこもかしこも泥だらけ、みんな腐ってる。嘘つき、偽善者、裏切り者、そんなやつばっかりだ。俺が泥だって？じゃあてめえはクソだ。いいな。そんないがみ合うなよ、仲良くしようよ。こっちは進めないな。変な泥なんて気にしないくせに、歩き回って汚い足跡をあちこち残した挙句、それを掃除する私のことなんて気にしない。ほんと頭狂う。あ、すいません、なんかすいません。あっちに行って、アルチョ。怒られた、アルチョも怒られました。何より重要なのは、なんだ？お前を探すのは面白くも何ともないんだよ。メトロシステムの安全保障が確立するということだ。すでにリガからは神前の証として兵士たちがこちらに向かっている。我が駅の兵士たちと同様、手厚く歓迎していただきたい。以上だ。おう、なんかあれだね、演説というか情報伝達はああいう形でニュースをやってるんだね。あいつどこかで見たような気がするな。お、武器じゃないか。メトロの各駅には武器やアイテムを取り扱う交易所がある。へえへえへえ、ほうほう、へえ。もうまあさっきも言ってたように、弾がお金ですからね。おお、ちょ、ほとんどぶつかるよ。戦闘、素晴らしい戦闘。お前の銃より長物とかなんてないんじゃ。リボルバーロングバレル。腰が低い音じゃん。こいつはお前のおもちゃに5倍は譲りにして高いじゃん。あの空飛ぶ。バスタードサイレンサー。俺たま今でお金が10しかないな。上のマグナムを売ればと思ったけどさ、売っちゃうと弾なくなっちゃうしね。ちょっと、そんなゴミを。好きにしろ。おいっす、豚の肌が安いよ。すごいな、やっぱ密集してるな。さっさと起きて。気をつけてな。もうね、うるさくて何言ってるか聞こえない。ちょっと現実的すぎるぞこれ。あ、何？武器庫で装備を手に入れてこい。武器庫？武器庫どこ？あれか。弾薬の交換だ。メトロで一番の交換レートだぞ。レートまで存在するのがリアルだな。買う、売る、あ、違う弾薬にするとかあるんだね。いい取引だ。おお、こんなとこに寝てるぞ。お疲れのようだ。この奥でいいんだな。ここだね、武器庫って書いてある。いや、アルチョム。おう、さて、あの新人をどう思う？まるっきりの無能に見えるんだが。お前だってそうだったろうに。誰だって成長していくもんさ。ただし向いてる場合だけだ。ダメならお前が奴の面倒を死ぬまで見ることになるぞ。両手はあるか、頭はあるか。銃を取れ、さあ行け。恐れるな、兵士なんてそんなもんだ。全くもってその通りです。ここかな。あ、来た。いやー、アルチョム、武器が欲しいのか。あ、武器欲しい。じゃあ見てってくれ。 5.45 ミリサブマシンガン。おお、青い星だ。かっこいい。命中率は悪いし、すぐ熱くなっちまう。マジか。だからバカマシンガンなんて呼ばれてる。そんなもん使わせるのか。お前、おい、ドレビー、俺はこんな武器を使いたくないぞ。ナノマシン内蔵なのか。ゲッチュ、ショートバーストで使うよ。弾も少し持っていきな。あ、ありがとう。お金もらった。お年玉もらった。やだな、日本もこんな感じだったらお年玉とか言って弾薬もらうんだぜ。こいつはいわゆるバッテリー用の万能充電器だ。おお、すごい、バッテリー用の万能充電器。それとガスマスクな。ガスマスク、放射能汚染区域に入っちまうとき、もしくは地上に出るときにつけろ。オッケー、待って、充電器、あ、出てきた。おお、すごい。
充電完了ってか。おお、あ、すごい明るくなった。で、軍用の治療キットも持っていけ、一応な。ちょっとこれ邪魔です。これこれ、そういう充電器がちょっと邪魔かな。どけられないね。まあいいかね。よし、これで全部だ。銃の試し撃ちならいつでもうちの射撃場でやってくれ。お、マジで。いやでもさ、そうそう、撃ったらたまボサッと頭を出してるとやられるからな。オッケー。でもさ、弾なくなっちゃうよねこれ、完璧にね、撃ったら。面白い標的がいくつかあるな。はい、もう こんぐらいにしておこう。弾なくなっちゃうからね。リロードして、リロードかっこいいね。あ、ほんとだ、ライトが眩しくなった。さあ、武器はいただいたぞ。いつか地上に戻れる日が来ると思うか。ああ、俺はモスクワを見たことがない。古い写真以外ではな。モスクワは消え去った。俺たちもすぐに消え去る。モンスターが地球を支配するんだ。他にも地下鉄はある。サンクトペテルブルク、ミンスク、キエフ。どこかに生き延びた奴はいるだろう。少なくともしばらくな。だがもう何年も経ったのに音信は何もない。他の都市にはモスクワのような防衛システムがなかったんだ。偉大な街、サンクトペテルブルク。ネフスキー通りの夏の夜を思い出すよ。ごった返して笑いが絶えず、アイスクリームを食べる子供に、綺麗でほっそりした女、音楽、空気も良くて、飲むには最高だった。なんと美しい世界を破壊したんだろう。やめろお前そういうこと言うの。すごいグッとくるだろ。ということで、30分来ましたので、ここで一旦ね、録画を停止します。